るほどね、頭いいですね。スーパー頭いいへぇやばいっすよ、この人。なるほどね、深いですね。びっくりしたのは、立花さん、要は僕みたいに短期的に成果を求めようとせず、10年、15年、20年かかってもやるというふうに言われてるところがすごいなと思ったんですよ。そうですね、僕はもうずっとそうです。だから僕はもう2005年に NHK 辞めたんですけど、うん、2005年の時から16年前から、うん、いずれ堀江さんと仕事するっていうのは当時の同僚みんな聞いてます。でしかもそこから選挙出てるわけでしょ。そうです、だから船橋市議会議員でしたっけ、はい、そうです、船橋市議会議員、そこから国政政党の参議院議員まで行ったわけですよ、はい、でそこをしかも参議院から攻めてるってところも現実的なんですね。だから現実的に要は今少数派とされてる人たちの声をちゃんと聞いて、みんな多分すごい変わらないよね、政治変わらないよねって諦め定感で選挙に行こうとかって言ってなんか頑張るんだけど、結局みんなでも本音では変わらねえよと思ってるから選挙行かないっていうような状況を現実的にベンチャー企業的な選挙をハックして変えていくっていうことをちゃんとやってる政党は多分 NHK 党だけだと思うんで、僕はそこの部分においてね、そこの部分において応援してます、はい、ありがとうございます。堀江貴文という人物をこれからもう絶対国民は望んでいて、でそれを直接政治で自分で一人で引っ張るとかじゃなくて、あえて最初からもう政治界のいわゆる秋元康みたいに、俺は選挙で頑張るから俺の選んだ部下がそれやるから、ね、立花さんの発明だと思うんですよね。ああでもそのね、選挙と政治家の分離というか、ああそうそうそう、これ俺この間初めて話した時に、はい、俺は選挙得意なんです、うん、だけど国会のことは分かんないからそれは幹事長に任せたみたいな話をされてて、なるほどなと思って、彼がだからずっと言ってましたよ、発明家の選挙通らない人、ドクター中松さん、彼が選挙を発明しろってずっと言い続けてるんですよ。なるほど、選挙の発明で、それは僕彼の言ってる意味は最初分からなかったですけど、きっとこういうことだろうなって。なるほど、だから嫌われてでもいいから注目を浴びる、でやるね、もうとにかく盆踊り行くなと、夏祭りとかアホになるから、うん、暑い時に踊ってたらそれはもう絶対仕事に集中できないんで、仕事に集中できないし、政治家って夏祭りに行くとか町内会の会合に行くとかっていうイメージがあるからみんな嫌がるわけで、なるほど、それをやらなくていいって言えば、しかも女の子だって別に女の子と遊んでてもいいよってなれば、いわゆる三崎裕太君みたいな、ああいうチャラい人たちでも実力がある人は政治家になってくれる。なるほど、で彼らがならなくても彼らが認める真面目な人を送り込めば、ね、あの政治法律は作れる人。いやこれでもこんな YouTube に出したらいっぱい人が来ますよ。なるほどね、頭いいですね。いや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 、嬉しいわ。堀江貴文さんに頭いいって言われたら相当ですよ。いや頭いいよ、だからそこはね、本当に だ, わ。だから僕はもう口出ししないので、もうこの人を1位にして、この人を、まあ堀江さんの出る衆議院で言えばでしょ、堀江さん出るとかもちろん堀江さんが1位、1位 の, あの小選挙区も出ちゃうんですよ、で小選挙区で勝っちゃうとこれ繰り上げができないんで、ちなみにだからもうどうしても小選挙区出ないんです。だから小選挙区で勝っちゃうと辞めたら次上がらないんですよ。だからめちゃくちゃ強いところ行ってわざと、まあなんだろうな、例えば小泉進次郎さんのいるところに行って負けてしまうとか、あもうそれかもあえて小選挙区出ずに、だったらあれじゃないですか、野党統一候補が強そうなところに行くとか、ね、ああそれはね、野党統一候補が強いところに行って勝ちに行く、ただ勝っちゃうとやらなきゃいけないんですよ。そうだよね、小選挙区は絶対出ない方がいいですよね、だから出ずに比例単独で東京ブロックの比例単独1位で行っちゃうんですよ。でそうすると残り25区の応援に回れるんですよ。でその中で2位を彼にしておけばいいです。ある意味1位2位はもう単独でいいんですよ。で3位バーって25人並べてしまって、この応援に入っていけないんです。そうすると絶対に堀江貴文、斉藤っていうこの2人当選した2人やるわけだし、もし辞めたら3番目いくわ。どういう人でした？さっきも見ました私。いやめっちゃ頭いいですよこの人。頭いい、いやスーパー頭いいです。へえ。やばいですよこの人。おお。したら単な変な人じゃないんですね。いやもう、はい、ずっとぶっ壊すってやってますよ、はい、選挙ハックする能力がすごいって堀江さんおっしゃってますね。選挙ハックやばかったっすね。あーどうすごいっすかね。次なんか青汁王子でやるらしくて、え青汁金だけは持ってるじゃないですか。あ確かになんか一緒に写真撮ってた、はい、2人 で青汁金だけは持ってるから、あれフルーツ青汁自体売れたんですよ。だから金はいっぱい持ってるんだけど金の使い道がないらしくて、で
今ほらお金配ってたじゃないですか、うんうん、あれだからもう選挙出れないですよ彼、うん、なぜなら事前買収行為になっちゃうんで、うん、だから無理なんですよ。なんだけど N 国に寄付したりとか多分できるらしくて、それを使って都知事選に30人ぐらい候補を送って、でほらよくあるじゃないですか、自民党のポスターとかで候補者の顔がちっちゃく出て安倍晋三とかって書いてあるポスターあるじゃないですか、うん、あの方式で青汁王子っつって、うん、東京都の選挙のポスターに青汁王子があふれるっていう、プロモーションやるらしいですよ。N 国って今後も選挙でかなり躍進してくる可能性が高いって見てらっしゃるんですか。いやもう、ね、俺正直、はい、今年選挙があっても4議席取るって言ってました。なぜならですよ、うん、もう非常に理論的だから。今自民党と野党統一候補しかないでしょ、うん、まあ、あとたまに幸福実現党がいるんだけど、だけど自民党昔は共産党もあったんだけど、共産党も野党統一候補になったから自民党野党 N 国になるんですよ。小選挙区のポスター欄3つしかないうちの1つが N 国になるんですよ。すごい宣伝効果ですね、うん、そしたら自民党もな、いやだけど野党ももっと悪いよなって思う人が N 国に入れるんですよ。で小選挙区は一人も通らないと思いますよ。だけど比例で通るんですよ。つまり N 国って書く人が 2% はいるわけですよ。そうすると多分近畿、東京、南関東かなとか九州とかで1議席は取ると思うんですよ。確かに近畿が28議席あるとかっつってたかな。だったら1議席は固いですね、うん、維新いてもうちは1議席は絶対取りますねって堂々と言ってたん で、うん、で来年選挙があったらもっと行くって言ってました。で YouTube でさ、 YouTube の収入明かしてたじゃん今日。いくらって言ってましたっけ。月1200万だって。堀江さん超えてますね。堀江さん多いんですけど、いやで、うん、マツコデラックスも、うん、なんでマツコデラックス攻撃してるかっていうと、あれ全部 AB テストやったんだって。そうなんだ。あ、だから要は N 国って色物だから芸能人が叩きやすいわけ、文化人っぽい人が。だからマツコデラックス、あと爆笑問題の太田さん、そして東国原とかなんか叩きそうじゃん。でみんな叩いてたんだって。でそれを全部、なんだ東国原ムカつくみたいな動画とかを全部作って全部テストしたんだって。 AB テストしたら圧倒的に数字を持ってたのがマツコデラックスだったって。へー、だからマツコに集中してマツコの動画ばっかり上げたらめちゃくちゃ再生回数上がりました。うわ、マツコさんも迷惑ですね。そりゃ怒るわ。まあそれだけ数字を持ってるところですよね。逆に太田さんは、太田さんは数字を持ってないっつってディスられてましたけどね。で落ち込んでたって思うんで。そういうことなんだ。本当戦略的な方なんですね。めちゃくちゃ戦略的です。でホリエモンチャンネルに出て、ホリエモンチャンネル見た人は立花さんのあまりのまともさに舌を巻いて、なんかすいませんでしたみたいな、めちゃくちゃすごい人だって分かりましたみたいな、見方が180度変わりましたみたいな。これも落差マーケティングなんですよ。あ、つまり最初がもうすごい低いわけですよ、評価が。ちょっといいことしたらドーンって上がるんですよ。堀江さんも似てません、ちょっと。いや僕はそれちゃんとごめんなさい、僕は意図してやってないんです。僕は意図してやってないんですけど、堀江さんは会うと印象いいじゃないですか。あ、それは意図してやってるかも。令和新選組の山本太郎さんが議員辞職されて、はい、また再び6月の参議院議員選挙に出るというお話なんですけれども、はいはい、いや、それについてですね、なんか NHK 党が山本太郎という同姓同名の方をですね、立候補させて対抗するなんて話を聞いてましたけれども、はい、7人立候補するってことなんですか。7人の山本太郎を今用意してるか、用意できしてるというか、用意できるということで、どうやったら用意できたんですか。もともと山本太郎さんっていうのは全国に、うん、相当いる、1000人とか1万人とかそれぐらいいるっていうのは知ってたんですよ。小池百合子さんとか、うん、一郎さんとかね、うん、その辺探すのは大変なんですけど、安倍晋三さんがいないから。あ、なるほど。ところが実は山本太郎さんが世の中にいっぱいいるってことは もちろん知ってたんですよ。堀江貴文さんもいないですよね。堀江貴文さんいたらぜひ立花隆もぜひ使い勝手があるんで、あのただとは言いません。堀江貴文さんいないんですよ。ここ見たことないです。堀江さんが同じ感じで、下の隆文さんは漢字が違っても構わないので、はい、まあまあとにかく読みが堀江貴文さんだった。全然堀江貴文さん見たことないんですよ。堀江貴文さん来たらもうもっそい、その名前だけでお金稼ぎますよ。いや俺それがよく分かんなかったんですけど、
あれね、一票取ると250円、250円、1年で40円かける6なんで、うん、まあ、240円ぐらいですかね。まあ、ただちょっと6年間で200円、6年、ただ、まあ、もうちょっともらえますね。とにかく、まあ、240円から300円ぐらいなんですよ。政党助成金みたいなやつ。政党助成金、政党助成金が1票取るとそんなでもらえない、はいはい、まあ、250円ぐらいもらえます。だから山本太郎を書いたら、はいはい、NHK 党の山本太郎に例えば選挙区で、はい、東京選挙区とかで山本太郎を書いたら、はい、1票当たり240円とか入ってくるわけです。はい、その通りです、その通りです。でなんかあれですよね、 NHK 党って候補者に全部渡すんですよね。基本的にはその何割かこっちで取らないと、うん、あのこっちも儲からないっていうか、数に出ないんで、ね、そうです、そうです、1票だからその250円のうちの半分を出すとか、まあ供託金が300万円でこれ等を出すので、うん、はいはい、これを超えた分の何パーセントかを候補者に渡すと、政治団体にね。やっぱり山本太郎さんを7人7人の山本さん、そうだから、ね、今山本太郎さんは多分神奈川選挙区で出ると言われてるんですよ。はいはいはい、ただそんなことは絶対しないと確信してる、ね。まあ、なぜかっていうと選挙区で当選をすると6年間の参議院議員をやらなきゃいけない。そうです。でも山本太郎さんやりたくないんですよ。そう、比例代表で彼は自分の人気で議席を取って他人にやらせると、うん、で自分の党首をやると。そうです、自分を党首すると政党助成金が令和新選組に入ってくるから、うん、そこからいくらでもお金使いたい放題なんですよ。なるほどなるほど。領収書を適当につけときゃいいんで、はいはいはい、山本太郎さんは議員なんてしたくないし、お金をジャブジャブ使いたいんですよ。なるほど。これもうはっきり言いますよ、山本太郎さん。僕それははっきり言っときますからね。でそれ以外に政党助成金以外にまたは貧困の人から寄付くれてやるわけですよ。はいはいはい、いや消費税ゼロにしますよ、あの奨学金チャラにしますよってできもしないこと言って、うん、まだ金くれてるわけですよ。すごいっすね。だから僕は彼のおかしさに気づいてほしいから、うん、山本太郎って出して嫌がらせかもしれないですけど、うん、山本太郎を出すことによって山本太郎が嫌いな人からめっちゃ応援してもらってる。なるほどね。だから要は1枚目の石油投資、そう、山本太郎で書くためには、うん、あの7人ぐらい用意しないと。ああ、だから東京とか神奈川とか大阪とか、東京神奈川、そう、千葉大阪、あの人口が多いところの選挙区で6割7割ぐらいカバー、トップ7行くと6割ぐらいカバーできます。だから7割の人にあの山本太郎が嫌いな人に山本太郎と書いてもらえるっていう。なるほどなるほど。はい、もう山本太郎を持って山本太郎を制するか、どこを持ってどこを制するって、そのお金がさらに NHK の被害者の救済に回っていくっていうことをちゃんと説明していくわけですよ。もうでも 100% 合法だし、いやそもそも山本太郎っていうのは世の中にいっぱいいるわけですから、決して令和新選組の山本太郎さんの特許でも何でもないので、彼がどれだけ嫌われてるかっていうのを、あのいわゆる選挙って嫌われてる人にマイナスを入れないじゃないですか。なるほどね。僕は山本太郎さんが嫌いな人は今回は山本太郎と書いてくれって言うと思ってます。山本太郎の嫌われチェックってやろうと思ってます。あ、なるほどね。いや相当だからやばいと思うんですよ。アンチの票って選挙入れられないですもんね。そうなんですよ。だからアンチの票をあの数値化するために、メール化するためにあえてその7人の山本太郎を擁立しよう。なるほどね、深いですね。はい、ありがとうございます。もう本当にそういうことだったんだ。そうですよ。だからずっと考えちゃった。彼が僕用意してたけども、彼が僕のやり方をね真似しましたって正直に言ってくれれば、うん、こんなことしなかったです。うん、なるほどね。僕のやり方そのまま丸パクリしてるのに、いや僕は比例には出ません、選挙区ですとかって、じゃあどこの選挙区で今は言えませんとかって言うから、うん、じゃあこっちは先制パンチでとりあえず比例で山本太郎出して、彼が選考比例に移った時のように7人出すぞっていうことを今。なるほどね。でも多分今の山本太郎さんの戦略からすると選挙区って出ないですよね。出ない、どう考えてもね。ただこう言われちゃったら仕方なく、もう言われてるから選挙区でっていうになるかもしれませんし。あ、なるほどね。政見放送見させていただいて、なんか堀江さんと立花さんでその政治の世界におけるスタートアップ的なハックをどうやるかみたいな、なんか熱い議論を政見放送中にされてた記憶があるんですよ。あ、そうですそうです。いや、なんか思ったの、僕も立花さんって俺初めて会った時すげえ色物なんじゃないかと思って、そうそうそう、ドキドキ、いやすごい強引に連れてこられたんですよ。
しかもすごいいろんなところでトラブられてる上杉隆さんという方が、はい、まあ、上杉さんは僕を紹介したのに NHK 党からいなくなっちゃいましたかね一番ダメなパターンになっちゃう。いやいや、もうなんか いろんなところで僕だから上杉さんとはゴルフしかしないんですけど、ゴルフ場に連れてきたんですよ立花さんを。でどうするんだろうと思ったら、いや立花さん面白い人だからって言われて一緒にゴルフしたんですよ。だ今ちょっとまた勢い落ちてきたんで、なんか今地方議員を頑張って作ってますよね。お金の集め方とかはちょっと危なっかしいんで、僕なんかもうちょっとちゃんとしたお金の集め方した方がいいんじゃないですかみたいな感じで、これやれるかどうか分かんないですけど、トークンで、まあ、これもちょっと公選法とか一応なんかチェックはしてるみたいなんですけど、政党が愛使用するって OK なんですか。政党が ICO というか、 ICO ってお金が戻ってくるっていうか、要は株式会社の株式と同じような形で ICO をすると日本は金商法の制限に引っかかるはずで、今は多分その認証されたというか、その金商法上の金融取引免許みたいなものを持ってる業者がちゃんとその審査をしてやらないといけないんですけど、政党の場合は、まあ、それに当たるのか当たらないのかって言われると多分当たらないんじゃないかっていう解釈も可能で、でそこで例えば議決権というか、実際だって自民党の総選挙なんて別に公選法関係ないわけじゃないですか。自民党内の総裁選挙って日本の首相を決める選挙なのに、別になんか党員票と議員票って重みがつけられてるでしょ。だったら例えば分かんないけど NHK 党にすごい出資をしてる人は議決権が何百倍もありますみたいな。でも実際民主党ってそうなってたわけじゃないですか。鳩山ブラザーズのお金、まあ言うと要はお母さん、言ったらそのおじいちゃんの石橋家の、ブリヂストンの石橋家の遺産を元にして民主党っていうのは鳩山邦夫と鳩山幸夫が作った政党なわけですよ、金銭的にはね。でそこに小沢一郎とか、まあ、菅直人とかがジョインしてできた政党なわけですけど、結局鳩山幸夫の発言力が強いわけじゃないですか、スポンサーだからね。だから彼は首相になれたしっていうことで言うと、トークンで NHK 党が今ちっちゃいうちに応援しとこうみたいな人たちがスポンサーになってお金を出して、で発言権は維持しながら、俺はなんかベンチャーの時になんか投資っていうかお金やったんだからちょっと発言権もらってもいいだろうみたいな感じのやつをトークンにしとくと透明性もあるしお金も集まるし応援してくれる人も増えるんじゃないかっていう、まあ、それがだから二次流通して、証券のように二次流通してなんか売買ができるのがいいのか悪いのかっていうのはあると思いますけど、まあ面白い仕組みだよねとかそういう話をしてました。